コーヒーショップ、オランダにおけるコーヒーショップとは、官用政策により、オランダ変法に従った一定の量の販売と所持が許可されているソフトドラッグの大麻を含む製を個人使用のために販売する小売店のことである。コーヒーショップという名称の由来だが、口述するオランダ発のコーヒーショップ、メロイ,イエローのオーナーによると、 タイマが売られているということを連想させる言葉だと思って仲間内でテアホーエと呼んでいたのだが他の皆にはコフィーシャップとして知られていたからとされるオランダ語のコフィーシャップは一つの単語であり同じ読みで英語で喫茶店を指すコフィーシャップは二つの単語であるオランダ語で喫茶店はコフィーハウスと呼ばれタイマ小売店と喫茶店が会話の中で混同されることはまずない オランダにおいて、大麻の販売は当局により容認されており、以下の規則に従っている施設は法による執行が行われない。これらの規則をアホウジ自基準という。広告とアルコールを例外として、これらの規則は非常に厳格に管理、監視されている。これらを違反すると事業者は3ヶ月間の業務停止処分を受ける可能性があり、 その他の理由により廃業処分を受ける可能性がある。また、コーヒーショップは 500g を超える在庫を持つことができない。コーヒーショップは大麻の販売は許可されているが、購入は許可されていない。この矛盾は現在も継続しており、2010年1月現在、これを改善するための法が定義されている。 コーヒーショップの営業許可証は地方自治体によって与えられている。すなわち、各自治体はコーヒーショップ政策をそれぞれで交付し、店舗を閉鎖させる権限を有している。このためコーヒーショップを許可しないいわゆるゼロ政策をとっている自治体もある。それらの自治体の大部分は厳格なプロテスタント系政党が議会の多数を占めているか、ベルギーやドイツの国境に隣接している。 自治体でそれらの国からのドラッグツーリストを望んでいないかのどちらかである。オランダ南部の自治体、ベルヘン、オプゾームとローゼンダールは2009年9月までに市内のコーヒーショップをすべて閉鎖したが、これはベルギーやフランス等からのドラッグツーリストをこれ以上寄せ付けないためある。大麻の個人的所持に関しては30グラムまでなら罰せられない。 それ以上所持していると売人だとみなされる。一つのコーヒーショップで一回に買えるのは5グラムまでである。外壁や窓にネオンサインやラスタカラーの旗など一見してコーヒーショップとわかる店もあれば看板がなければわからないような普通の外観の店もある。大抵前者は繁華街に、後者は住宅街にある。両者に共通するのはドアが開いた時に外に漏れてくる。 大麻の煙の匂いである。前述の規則を違反すると、罰金及び一時的または、高級的な閉鎖もあるので、店の入り口には、用心棒がいることが多い。身分証明書、法律で携帯が義務付けられているの提示を求められ、所持しないものは入店を許可されないこともある。以下の製品が、カウンター越しに売られる。大麻製品を購入後、店内で摂取できる。 飲み物やお菓子、簡単なスナック、店によっては豊富な食べ物メニューがある。チェスセットやボードゲームを借りて遊んだり、店に置いてある雑誌を読んだりして、ゆっくり過ごす人も多い。2008年7月1日に施行された禁煙法のために店内でタバコやタバコが入ったジョイントを吸うことが禁止している店もあるが、法がコーヒーショップの存在意義と、 相反するものであるため、守られていない店もある。また、売り場カウンターと喫煙ルームを改装して分けた店も、ある。最初のコーヒーショップ、メローイエローは1972年、アムステルダムに開店した。このコーヒーショップは当初、仲間内による販売のみを行っていたため、小売店と言えるかどうかは議論の余地があるものの、最初に登場したコーヒーショップと言われている。 当時、オランダー編法の下で、タイマは、規制物質であり、また、売買などは非刑罰化されていなかったが、警察による取り締まりは行われなかった。1975年には、ブルドックが2番目のコーヒーショップとして、アムステルダムに開店。1976年には、オランダー編法の改正により、ソフトドラッグとハードドラッグの区分が行われ、コーヒーショップによるタイマの売買は、 制限付きで非刑罰化された。また、1979年には、コーヒーショップを規定するガイドラインが制定され、アホウジ,ジー基準が策定された。これにより、コーヒーショップの店舗数はますます増加していった。1999年、アヘン法が改正され、ダモクレス法が条項に加えられた。以前では、地方自治体の庁には、コーヒーショップを閉鎖する権限がなく、 コーヒーショップの閉鎖を望む場合は、アホージ地域順からの逸脱を司法に訴えるという方法しかなかった。しかし、ダモクレス法により、地方自治体の庁にアホージ地域順からの逸脱がなくとも、コーヒーショップを閉鎖させることができる権限が与えられた。1997年にコーヒーショップは国内に1179店舗あったが、1998年から、 店舗数は減少に転じ、2005年までには729店舗に減少している。これは保守連合政権からの圧力に起因している。また、多くの自治体によるゼロ成長政策はコーヒーショップの新設許可に影響を及ぼしている。この政策はコーヒーショップの新設を不認可とすることにより、徐々にコーヒーショップの数を減らしている。2007年には、 オランダ全土の443の自治体のうち106の自治体に計702件のコーヒーショップが存在した。これは地方自治体全体の24%である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。